藍津高原南郷スキー場は福島県南藍津郡南藍津町にある南藍津町へのスキー場である。正式名称は南藍津町藍津高原南郷スキー場。指定管理者制度に基づき町が出資する第三セクターの南山観光株式会社が管理、運営していたが2013年7月より株式会社マックアースが指定管理を受託した。 2019年4月、マックアースが指定管理撤退を申し入れたため、8月からまた南山観光株式会社の指定管理となった。スキー場という名称だが、スノーボード冷明期からスノーボードの受け入れに積極的で、ハーフパイプやキッカーなどの設備も整っていて、腕に自信のあるスノーボーダーが集まっている。 ハーフパイプのオープンは日本国内でもトップクラスの速さがある。ゲレンデ数12、リフト6本の設備である。決して大規模なスキー場ではないが、アクセスの悪さをものともせず腕自慢のスノーボーダーが集まる高畑とは逆にスノーボーダーの聖地である。山頂からは稲川の雄大な流れを見下ろせる。南郷地域の特産物であるトマトを生かした。 トマトラーメンにチャレンジする人も多い。アクセスの悪さというデメリットに対し、特色ある味付けで勝負する、というのは、奥合図のスキー場の特色と言える。宿泊に関しては、徒歩5分に、奥合図境、温泉左右理想があり、最適疲労回復温泉と看板を掲げている。毎シーズン、PSA アジア主催のプロツアー、日本スノーボード協会公認協議会が一月。 下旬に開催される。例年、12月の後半から、翌3月の最終週末まで滑走可能。ハーフパイプ、パークもこの機会ほぼオープンしている。東北道、西那須の塩原インターチェンジから国道400号、121号、289号で、約78キロメートル。2009年シーズンは、奥合図4スキー場行きのバスが、氷山、 白川から出ている。広域地図で見た場合、新潟県の関越道、小出インターチェンジから国道2 5二号を行けそうに思えるが、途中の60里越は11月翌年の GW まで冬季通行止めになるので注意が必要である。南藍津町藍津高原スキー場条例。ありがとうございます。